はい、どうも柴田です。ベッキーが、CM のスポンサー10社以上から契約を解除されて、今テレビのレギュラーもどん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 下ろされてます。で、このことについて俺が言いたいんだけど、ゲスの極みには何のペナルティもないのかと。この前街を通りかかったら、タワーレコードの前に一番天外で目立つところにポップでゲスの極みの両成敗って CD がこう飾られてた、平積みで。で、ポップにもでかくゲスの極み両成敗ドカーンみたいな感じで超目立つ感じでなんかねこう設置されてて、でなんか聞けば今ゲスの極みの CD めっちゃ売れてるらしい。ゲスの極みはミュージックステーションも出たし、で活動自粛するどころか今がチャンスとばかりに売名しまくって CD 売りまくってる。片やベッキーはもう芸能界から干される勢いだよ。でもゲスは売れちゃってる。え、これちょっと不公平じゃない？ちょっと考えればさ、悪いのは、一番悪いのって俺ゲスの川谷だと思うのよ。歴代オハガールが好きで、で、会うオハガールに、なんかそのめっちゃ可愛かったとか、何々ちゃんのこと好きになっちゃったかもしれないみたいなことをさ、ブログとかツイッターとか言っててさ、ね、完全に、オハガール好きの、オハガールフェチの川谷の毒牙に、今回ベッキーが引っかかっちゃったと。悪い男に騙されちゃったっていう形じゃん。なのに、ベッキーだけ落ちて、ゲスだけ上がるって、これ、世の中って不公平だよね。文春の LINE さらしがまだ終わってないらしくて、まだ新しい展開がどうやらあるみたいなんだけども、このね、なんかこうゲスだけ勝ってるみたいな状況、僕、どうかと思うよ。まあ、炎上商法で儲けてる俺がどう言うのもどうかと思うけども、ね、みんなさ、ね、みんな、榊原生徒の本、ね、気になるよ。気になる。何書いてんだろう。読んでみたい。気になる。でもさ、手に取っちゃダメなんじゃない？買っちゃダメなんじゃないか？ね、ゲスの極みの CD、ね、それ気になる。どんな歌歌ってんだろう。気になる。でもさ、買っちゃダメなんじゃないか、そこは。ね、CD 屋さんはしょうがないよ。CD 今売れてないし、商売だから。ね、それはもう飾っちゃう。ね、宣伝しちゃうよ。だけどもそこでさ、そういう状況で一番セーブしなきゃいけないっていうのは、購買者の僕たちなんじゃないかなと、思いますね。いやー、ベッキー、ちょっと、ここまで来ると、かわいそうだなと、僕は今思ってます。はい。そんな感じでね、みんな、今一度考えてほしい。一番悪いのは誰なのかと。そしてその CD を買う手をね、ちょっと止めよう。俺はゲスの極みにペナルティがもっとあってもいいんじゃないかなと思います。はい、そんな感じで、柴田でした。